やっと町に着いたわね。とにかく休めるところ、あとはあなたのご飯も用意して。あ、大丈夫、ちょっと疲れただけだから。こんなところで倒れてなんていられない。家にも探さないといけない。あら、猫さんどうしたの？誰なの？あなたボロボロじゃないですか。私は、でも誰が？あなたは森で会った。あ、目が覚めました。ね、猫が喋った？まさか私、何かのショックで動物の声が分かる能力に目覚めたのかしら。あなたのおかげで助かったわ。ありがとうにゃ。猫が喋る能力？大丈夫ですか？あれ？もしかして頭とか打っちゃいました？病院に行った方が良かったですか？あなた誰？あ、申し遅れました。私の名前はケイシャです。私はノワールよ。よろしく。よろしくお願いします。で、さっきの話なんですが、能力って何ですか？あれは違うのよ。頭がまだちゃんと起きてなかったというか、混乱してたというか。大丈夫ですよ、私誰にも言いませんから。ええ、黙っててもらえると助かるわ。でもよかったです、ノワールさん悪い人じゃなさそうで。私が言うのもなんだけど、あんまり人を見た目で判断しない方がいいわよ。ご忠告ありがとうございます。でもノワールさんは優しい方ですよ。だって猫さんとおしゃべりするなんて優しい人に決まってますにゃ。いやー、もうその話はいいから忘れて。なんでですか？とっても可愛かったですにゃ。面白い人。そういえばここはどこなの？見たことのない部屋にいるみたいだし。あ、そうでしたね。ごめんなさい、私ったら。ノワールさんはこの町の入り口で倒れてたんですよ。そこに私が通りかかって。そういえば思い出したわ、意識が飛ぶ前に誰かに話しかけられたような気がするわ。ノワールさんボロボロで、どうしようどうしようって必死に考えて私の部屋に運ぶことにしたんです。そうだったのね。って運んだ？もしかしてあなたが一人で？はい、そうですよ。引きずりながら頑張って運びました。引きずりながら？いえ、何でもありません。それで怪我の方はどうですか？一応手当てはしましたが。じゃあこの包帯はあなたが？はい、ちょっと大変でしたけど。でも安心してください、私は何も見てませんから。一度ノワールさんの服を脱がして手当てはしましたけど、私は何も見てませんから。
構わないでしょ。ちょっと恥ずかしいけど、私たち女の子同士なんだし。女の子同士でも恥ずかしいものは恥ずかしいんですよ。いや、見られるの私の方なのに、どうしてあなたが恥ずかしいのよ。そういうものなんですよ。まさかノワールさんは見られるのか。違うわよ。そんなわけないでしょ。変な勘違いしないで。そうなんですか。ちょっぴり安心しました。まったく。かなり話がずれたわね。とりあえずここがどこなのか教えてちょうだい。ここはこの町のホテルです。町の入り口から一番近くて、ゆっくり休めそうなのがここしかなかったので。そうだったのね。手当てをしてくれたこと本当に感謝してるわ。ありがとう。でもごめんなさい、私はあまりのんびりしてる暇はないの。すぐにでも出発を。ダメですよ、まだ怪我が治りきってないんですから。今はじっとしててください。でも私はこんなところで。でもじゃありません。どんな理由があるか知りませんが、体を大事にしてください。確かに指名手配されている状態で教会に行くのは危険な気がするわね。状況がわからない以上、しばらく情報を集めた方がいいかもしれないわ。それにあの時見たあの黄金の塔、嫌な予感がする。わかったわ。傷が癒えるまでしばらくここにいさせてもらうわ。はい。あ、ノワールさん、お腹空いてますよね。すぐに支度しますから待っててください。ありがとう。